毎度おなじみゆうご .tv でーす。髪の色を染めて、今朝染めて、床屋にも行って、ちょっとさっぱり、はい、新たな気持ちで今日も行ってみましょう。その前に未来さん、たくさんのコメントありがとうございます。一つ一つの動画にコメントをたくさんいただきまして、本当に時間もかかったと思いますが、とても勉強になります。やっぱこういうのはいいですね。いろんな方のメッセージとか来て、多分見てる人も、あ、なるほどって思って役に立ってると思います。僕も自身もすごく役に立ちました。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、早速本日のお題、これまでの動画は若い時にしておきたいことというカテゴリーの中から読んできたんですが、今日は新しいカテゴリーの中から読んでいきたいと思います。人生を豊かにする習慣、こちらの大きなカテゴリーの中から一つ一つ小さな小分けのカテゴリーを中からお題を読んできます。毎回一発撮りで一発読み、初めて読む文章を今この場で撮りながら読みますんで、ちょっとこれ実は2回目なんですよ。なぜかというと、最後の最後に接続エラーで消えちゃいました。なので2回目今から読みます。それでは行ってみましょう。人生とは大きなピラミッド、行動という小さな石、かっこ石から成り立っている。こちらのお題を今から読んできます。そびえ立つ大きなピラミッド、そんなピラミッドを近くで見ると、実はたくさんの石の集まりができていることがわかります。角張った石がたくさん集まり、大きなピラミッドが出来上がっています。大きな三角形の石を一つ置いてピラミッドをいきなり作り上げることは人の力では不可能です。一つ一つの石を積み重ねて、結果として大きなピラミッドを作り上げていく方法であれば可能です。長い時間がかかりますが、確実に大きなピラミッドを作っていくことができます。人生もいわば一つの大きなピラミッドです。一見すると、一つの人生も近くで見てみると、たくさんの一日の集まりから構成されていることに気づきます。その一日もさらに細かく見ていけば、たくさんの行動から成り立っていることがわかります。たくさんの行動の寄せ集めが一日であり、たくさんの一日の寄せ集めが人生です。素晴らしい人生を一瞬で作る方法はありません。人の力では不可能です。しかし、素晴らしい行動を一つ一つ積み重ねることで、素晴らしい一日を作ることはできます。素晴らしい一日を積み重ねることで、素晴らしい人生を作り上げることは可能です。人生の最も小さな単位は行動です。素晴らしい人生と聞くと大げさなことと思いますね。いきなり作りましょうと言っているのではありません。小さく積み上げて作りましょうと言いたいのです。素晴らしい行動を小さくでいいから一つ一つ積み重ね、素晴らしい一日を作り、素晴らしい人生も作りましょう。あなたが、よし、素晴らしい人生にするぞと意思を持って行動することは、ピラミッドで石を積み上げることにあたります。小さな行動を一つ一つ積み上げて、素晴らしい大きなピラミッドを作りましょう。小さなアクションを積み重ねて、素晴らしい人生を作ることであれば誰でもできるのです。今日の格言、素晴らしい行動を積み重ねて、素晴らしい人生を作る。なるほど、さっきもここまで言ってなるほどと言って消えちゃったんですが、確かにそうですね。自分が高校時代の時に野球部の監督から聞いた言葉で、今でも忘れない言葉が残ってるんですけど、忘れちゃった、なんだっけな、心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変われば運命が変わる、運命が変われば
最後人生が変わるか、まあ、そんな感じの、ちょっと順番忘れちゃったんですけど、その言葉、まあ、忘れないとか言って忘れてますけどね、また思い出すでしょう。これ本当は誰か、なんだ、野村克也のむさんの言葉でもあるし、なんかどっか外国のお偉いさんだからなんかが言ってた言葉でもあったと思いますが、後々調べてみたところ、この言葉はでも本当に今でも忘れないですね。監督とコーチが色紙に書いてくれた言葉、その言葉と、あとコーチが書いてくれた自立、この言葉が忘れないですね。今でも残ってます。その気持ちをこれからも忘れずに楽しく生きていきたいと思います。それではチャンネル登録、コメント等いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。また。